皆さんこんにちは、ユースルの高大です。本日は皆さんに Google スプレッドシート初級編ということで、 Excel にはない Google スプレッドシートの便利な関数4つを厳選してお伝えしてまいります。今回ご紹介します4つの関数はこちらになります。インポートレンジ関数、インポート XML 関数、アレイフォーミュラ関数、そして最後にクエリー関数をお話ししてまいります。どれも見慣れない関数かなとは思いますが、一つずつ丁寧に解説してまいります。それでは1点目からまいりましょう。それでは一つ目の関数、インポートレンジ関数を見ていきましょう。あるスプレッドシートで作業しているとき、別のスプレッドシートにある値や関数を引用したいなと思うことあると思います。そういったときにインポートレンジ関数を使えば、別のスプレッドシートにあるデータを持ってくることができるんです。それでは画面をご覧ください。こちら2つのスプレッドシートがございますが、まずこの左側のスプレッドシート、5つの売上データを入力し、その下にその5つのデータの合計値が記載されております。今からやりたいのは、ここにある売上データの合計値、こちらをこの右側のスプレッドシートに移すという作業をしたいと思います。こちらに関数入力します。イコール合計値なので sum、 そしてこの中にインポートレンジ関数を入れます。そしてインポートレンジ関数でこちらくくりまして、こちらに2つの値を入れていきたいんですけれども、1つ目に入れるのがスプレッドシートキーというもので、こちらに1位の URL が出てくると思います。こちらの URL をコマンド C、 もしくは Windows の方は Ctrl C でコピーしていただいて、インポートレンジのところにまず1つ目の値として入力します。この前後にダブルクォーテーションを入れます。2つ目の値、何を入れるかというと範囲になります。こちらの左側の売上データの入っているセルの範囲をこの右側のこちらの範囲に出ていきます。現在こちらの左側のデータが B3 ですね、 B3 から B7 となっておりますので、こちらで問題ないです。この範囲の部分にもダブルクォーテーションをつける必要があります。ですのでこちらダブルクォーテーションをつけていただくと、ローディングしてこのように合計値の値が一致して、こちらで完成になります。今回ご紹介する2つ目の関数はインポート XML 関数になります。この関数を使うことで、ウェブ上のお目当ての情報を入手するスクレーピングを行うことができます。そんな便利なインポート XML 関数について見ていきましょう。そしてこのインポート XML 関数の構文はこちらのようになっております。この関数を構成する要素として2つ要素がございます。1つ目が URL、 2つ目がXPath クエリです。 URL に関しては情報を持ってきたいホームページの URL を記載してください。2つ目の XPath クエリについては、その持ってきた情報のうちどこの階層の情報を見たいのかといったことを関数に指定するためのものになっております。今回はこの XPath クエリを覚えなくても使うための便利な方法について皆様にお伝えしてまいります。それでは画面をご覧ください。こちらは今回使う Google スプレッドシートになります。こちらの画面でまず関数ですね、インポート XMLメールを入力します。そしてここにまず最初に情報を持ってきたいホームページの URL を入力するという作業をしていきたいと思います。使いたいホームページを、今回この Wikipedia の YouTube と検索したサイトです。こちらのこの上の URL をクリックしていただいてコピー、一つ目の要素としてここにペーストします。 URL の前後に必ずこのダブルクォーテーションをつけるようにしてください。こうしまして次 XPath クエリを入力していきます。こちらの画面においてデベロッパーツールという場所から持ってきます。 Chrome を使われている方の場合はこの右上の丸3つのポチ、ここを押していただいて、この下にその他のツールというのがあるので、ここからタスクマネージャーの下にあるこのデベロッパーツールですね、こちらを押すとこのように出てきます。この作業ですね、 F12 キーを一度ポチッと押していただければ開くことができるので、このショートカットキー絶対覚えておいてください。今回ここの出典の部分、この情報を持ってきたいよといった場合、ここにある矢印マークを押していただいて、ここからですねこうクリックすると、そこの情報にあたる HTML の情報が出てくるんですが、出典でポチッと一度押していただくと、この出典の部分のパスが出てきます。この状態で右クリックしていただいて、コピーの一番下の下から2番目のコピー XPath とここをクリックする。そうすると今 XPath クエリがコピーできたという状態になったので、2つ目の要素の部分にペーストします。必ずダブルクォーテーションを打ってください。ポチと。そうするとエラーになってしまうんですね。この2つ目の要素を見てください。2つダブルクォーテーションが使われてしまっているんですね。ダブルクォーテーションこれ一度しか使えないんですね。なのでこのダブルクォーテーションをクォーテーションマークにしてあげて、そしてエンターを押すと、そうするとこのようにフリー百科事典ウィキペディアと取ることができましたと。これがインポート XML の具体的な使い方になっております。
続いてご紹介します3つ目の関数はアレイフォーミュラ関数になります。このアレイフォーミュラ関数を使えば数式を配列型の式にすることができます。これ何がいいのか、1つのセルにアレイフォーミュラ関数を使った数式を入れることができれば、その下にある全てのセルに関数が反映されるといったとっても便利な関数になっております。実際スプレッドシートでアレイフォーミュラ関数の動きを確認していきましょう。左側の列に日付が書いてあって、その右側に曜日が書いてあるかと思います。でこちらの曜日はテキスト関数といったものを使って自動で曜日が入力されるような形になっております。でこちらですね、この現在の状態だといちいちこのテキスト関数作ったものをこうやって絶対参照にしてこれをコピーしてと、この作業がいちいちめんどくさいものかと思うので、ではですねこちらの D の列に入力していきましょう。まずアレイフォーミュラですね。アレイと打つとこのようにアレイフォーミュラ関数出てくるので、この状態でタブキーを押すとこのようにアレイフォーミュラ関数が出てきます。この状態でテキスト関数ですね、まず範囲を入力します。テキスト関数でここの B2 から B11 までの値、この値の曜日 D3 つでこれ入力できます。これで関数閉じてみましょう。エンターキーを押します。そうするとこのようにですね D2 のセルに数式を入力しただけで11番の行のセルまで関数が反映されているのがわかると思います。これだけでもかなり便利なんですけれども、例えばどん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 こう日付が伸びていって10月19日まで伸びたとしてもここにやっぱり反映されることはないと、こちらをこの E の列に反映させていきたいというふうに思います。ここで使うのがインダイレクト関数とカウンタ関数といったものになります。まず途中まで数式同じなので入力していきますね。でテキスト関数のこの範囲が大事なんですけれども、最初の範囲は B2 で問題ないんです。じゃあ B2 からどこまでの範囲をやっていきたいのかというと、 B の行に入っている一番最後のセルまでですよね。ここで使いたいのがインダイレクト関数です。入力しまして鍵括弧を打ちます。ダブルクォーテーション B を置いて列の何行目まで反映させたいのか、ここで使うのが and ですね。ここでカウンタ関数を入れます。 B2 からこの B 全体までの範囲のプラス1、値が入力されている範囲プラス1個入れていきたいんですよ。なのでここにプラス1を入力し、ダブルクォーテーションを入れて DDD と、このようにすると10月1日から10月19日まで全て曜日が入力されているのがわかると思います。こちらを例えばコピーしてペーストした場合にもいちいちこのコピー&ペーストをする必要がないといったことになります。こちらがアレイフォーミュラを使った便利な機能になっております。続きまして4つ目の関数はクエリ関数になります。膨大なデータの中から自分が欲しい情報だけをピックアップして表にしたい、そんな時に使えるのが今回ご紹介するこのクエリ関数となっております。そんなクエリ関数の構文はこちらの通りです。3つの要素を使ってこのクエリ関数を動かしていくんですけれども、1つ目がデータ、2つ目がクエリ言語、3つ目が見出しになっております。この中で重要なのは2つ目のクエリ言語です。このクエリ言語の例はこちらにお示しします。ご覧になれば分かる通りかなり数が多いんですね。ただ普段使うものはこのうちセレクト、ウェアですので、今回はこちら2つに絞ってご紹介していきたいと思います。それではセレクトから見ていきましょう。ただいまこのクエリ関数のスプレッドシートですね、このようにポケモンの名前とタイプと生息地と持ってる数という配列の表ができてます。これをクエリ関数で情報をいくつか入手していきたいと思うんですが、この H から入力していきましょう。クエリと打ちクエリ関数の範囲を選択します。範囲は B1 から F の22、 そしてここでセレクトを打っていきます。入力しポケモンの名前とそれから生息地を取り出すことにします。こちら見出しに関しては先ほど選択したこの範囲の一番左上からここから考えることになるので、今回は省略する形にしたいと思います。はい、ではこの状態でエンターキーを押すと名前それから生息地の2つの情報のみを抜き出して配列を作ることができました。セレクトのこの B と E の部分を変えることによって様々な情報を抜き出すことができるので、ぜひ皆さんこちら一度やってみてください。ではクエリ言語の Where を見ていきたいんですけれども、まず最初セレクトと打って B と F からデータを持ってくる、このようにまず入力します。その上で今度 Where をどこに書くかなんですけれども、このセレクトの右側にカンマを置かずに Where と書いてください。例えばですね、f の値が5以上というデータで考えていきたいと思います。そうするとどうなるか。そうするとこの f 持っている数が5以上のもの、今回はピカチュウとゲンガーのデータのみがここに入力される形になります。こちらがクエリ関数の使い方になっております。
はい、というわけでお疲れ様でした。本日は Google スプレッドシートの便利な関数4つを皆様にお届けしてまいりました。 Excel ではなかなか使えない Google スプレッドシート限定の機能なんかもあったのではないかというふうに思います。次回の動画ではスプレッドシートの動画最後の動画ということで、便利なアドオンについて皆様にいくつかお伝えしていきたいと思ってます。ぜひ次回の動画のご視聴もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。